お得で正しい冷蔵庫の収納術ということで、まあ、年の瀬も近づいてきました。12月になるとふるさと納税の返礼品が届いたりとかね、今年は最大9連休でちょっとね、先にお買い物しとこうかなということで、冷蔵庫がパンパンになっている家庭があるかもしれません。消費者庁は冷蔵庫の整理整頓が食品ロスの削減にもつながるとして、冷蔵庫の中をちゃんと片付けましょうねと呼びかけてるんですね。奥行きがあるので奥のものが忘れがち。ちょっと前に買ったお漬物とか、お漬物、練り物とか、そういうものがありますね。ここに残ってたみたいです。野菜室はなんか大きい白菜とかキャベツとかそういうものが一気に使わないと残りがちですね。今もう作っとくじゃないです。野菜室はこう 洗ったりとか雑巾拭いたりはするんですけど、もうそれ以外はもう大体ちょっと汚れたらパパッと拭いてるんで。卵を買って賞味期限切らしちゃって、で妻に捨てるよみたいな感じで5、6個余っちゃうっていうのが、この1年で多分5回ぐらいはやりました。5回、いつの間にか賞味期限来ちゃうのので食べれないなと思って捨てるよっていう感じ。ゆで卵をめちゃくちゃ作ってた。もう刈川さんも大きくうなずいてましたね。いやもう卵とキャベツはそれこそ本当に一人暮らしなどだと大きいので、一つの量が余りがちなんですよ ね使い勝手がいいからね、いつも買っちゃうんだけど使い切れないってパターンあるかもしれません。大手電機メーカーのパナソニックが20代から60代の男女800人を対象に調査をしました。年末に冷蔵庫の食材の整理を行ったことありますかと聞いたところ、 64.4% の方がありますよと、言ってるんですね。ただこれ返して言うと3分の1は、してませんということにもなりますね。このうち賞味期限や消費期限が切れた食材を見つけたことありますかと聞いたところ、まあ、よくある、たまにある、合わせて 80% の方がね、切れちゃったと。山崎さんもあります。いやこれは分かります ね、 8割超えてもおかしくないかなと思ってたんですけど。そうですよね。ぬかりやさんはご実家暮らしですけど、はい、あります。ありますか。各々が好きな調味料を買ってきて、買ったことを忘れて他の家族は把握していないまま切らすってことはよくありますね。さあここで皆さんにクイズです。冷蔵庫や冷凍庫を掃除したときに初めて残っていたことに気づいた食材はという質問に対して、最も多かった回答は一体何でしょうか。はい、刈川さん。もうそれさっきも出ましたけどキャベツ。キャベツ、はい、山崎さん。僕瓶とかに入ってる調味料、食べられるラー油とか。なるほどね、はい、好きなんですけど結構余っちゃう。はい、ぬかりやさん。何でしょう。うちでいうと納豆。納豆ね、はい、余り物。はい、鈴江さん。油揚げとか。油揚げ余る。なんか3枚ぐらい入ってるじゃないですか。はいはいはい、で2枚ぐらい使ってなんか奥の方に入っちゃってカピカピになってるのがたまにあるんです。鈴江さんち奥のもの手前に出してほしい。はい、気づく余り物1位はねこちらでした。山崎さん大正解の調味料。へ、調味料。はい、2位がね瓶詰めなんですよ。瓶がね、まさにちょっと保存が効くからいいかなと思ってたら、時間が経ちすぎちゃってるってパターンですね。で3位は冷凍食品ね、買ってこれも持つだろうと思って使ってないものが突然出てくるというパターンなんですよね。皆さんも一回ねこの、棚卸しをねしてみるといいかもしれません。さあそして消費者庁が呼びかけているお得で正しい冷蔵庫の整理整頓術というのがあるので、ご紹介しようと思いますが、ポイントはズバリ見えるか。冷蔵庫のどこに何が入っているのか一目で分かるというのが大事で、鈴江さんのように奥に入れてしまうと見えないということですね。4つの手順があります。まずは食品をカテゴリーごとに分けましょうっていうのは、よく使うものね、定番、今日使いたいもの、調味料とか、こうカテゴリーを作るんですよ。A ブロック、B ブロックみたいな。まず頭の中で決めてください。で、そしたらそれをそのカテゴリーずつに置く場所を決めます。ここは賞味期限が切れそうなものとかね、ここがよく使うものとか、ここは、今日食べるものとか、置く場所を決めるっていうことがこれ大事ということですね。で、3つ目大切なのがこれです。
常にフリースペースを確保してください。へー、ぎゅうぎゅうに詰めない。冷蔵庫に保存する食材は7割以下にしてください。余裕を持った配置にすることでまず整理整頓がしやすいということと、冷蔵庫の中っていうのは冷たい風が回るわけですよね。この冷たい風が冷蔵庫の中に行き渡りやすくなるので、ぎゅうぎゅうに詰めない方がいいということですね。4つ目、ストックのルールを決めてください。卵が残り2個になったら新しいパックを買おうとか、納豆がなくなったら新しいパックを買おうってやらないと、なんとなくこうあるのかないのかわからないのにたくさん買っちゃって、なぜか卵が2パックあるとか、ね、油揚げが4枚あるということになりかねないということですね。はい、でこういった4つの手順を守った冷蔵庫のイラストがあるんですけどもね、他にも細かいポイントがあるんですね。鈴江さんねやってたんですけれども、小さいものはねカゴを活用する、単品で置かない、ラー油とか醤油とか ね、はい、さらには、やっぱ見える化が大事ということで、中身が見える透明の容器を活用してください。あ、これがあったからすぐ食べようとかすぐに判断できますよね。見えないと置きっぱなしになりがちです。さあ、さらにこちら、早く食べきりたいものは目立つ場所に置いてください。そうだな、ね、そうだなってね、深く鈴江さんがうなずいています。で、冷凍庫に関してはこれ横じゃなくて縦に収納をするとこれいいんですね。いっぱい入るっていうのと、あとは冷凍庫凍ってますよね。凍ったものが隣り合わせになることで冷凍のその効率が上がるということもありますので、冷凍庫は縦収納ね、こういったものをぜひ皆さん見直していただきたいと思います。上の段にはなるべく息子が触ってほしくない。見つけてほしくない。あ、でも整理されてますね。粉物も上に入れてます。私あの100均のあのなんかこういうなんて透明のあのなんかケースを私全部使って整理してるんです。例えば納豆でもこうやって納豆のパックのまま入れるんじゃなくて、こうしていくと1,2,3,4,5,6って6パックくらい入るんですよ。縦に。ドリンクもそうなんですよ。例えばお酒缶チューハイでもこう縦に何だろう、瓶こう並べていくとどんどん幅取っちゃうんですけど、それだとこういう風に入れていけるから、それでまたこうストックしていく。このケース今欲しいっていうね感じになりましたけど、ね、皆さんやっぱりねそれぞれ工夫をされているということですね。で先ほどあの冷蔵庫の整理整頓がお得と冒頭に言いましたが、なんでそれがお得につながるのかということなんですけれども、消費者庁はこの整理整頓することで買い物に行く前に何があるのかを確認しやすい、で同じ食品をいくつも買わない、でお財布にも優しいし、これが、食品ロスを減らすことにもつながるということですね。皆さんにね一つ聞きたいことがありますけれども、食品にはほにゃらら期限って2つありますね。鈴江さん、はい、消費期限賞味期限、はい、どっちがどっちだか分かりますか。消費の方が早い、あ、はい、なんて絶対守る、そうそうそう、はい、で賞味の方がなんとなく守る。ちょっと分かります。まあまあそうですね、まあ、大体正解ですけど、消費期限はその日までに消費をしてください。過ぎたら食べずに廃棄をするということですね。賞味というのは美味しく食べられる期限ということですので、まあ、できればその時までに食べた方がいいんですけれども、賞味期限を切れてもまだ食べられるということで個別に判断、賞味期限が過ぎてもまだまだ食べられるということで食品ロスをね減らすことができます。なんとなくじゃございません。今日はお得な冷蔵庫収納術についてのなるほどでした。